NPO 法人町の防災研究会で理事長をやっています松森和人と申します今日はどうぞよろしくお願いいたします私は1995年阪神で起きたあの大震災あの時に初めてボランティアで災害現場に行きましたその時からしっかりと防災をやらなきゃいけないという思いで今日まで防災に携わってきました ここまで新型コロナウイルス感染が収束しない中での災害時の避難について説明をしました。もう一度言いますが感染下であるから避難はやめておこうということだけは絶対なさらないでください。災害の脅威っていったものは本当に無情に私たちの生活を奪っていきます。ですので命を守るための行動です避難というのは。 ですので避難をしないっていったことはせずに確実に命を守る方法感染を防ぎながら確実に命を守る方法っていったものを普段から考えていっていただきたいそのためにも何度も一番最初冒頭言いました通り甘く見ない災害自然災害も感染ウイルス感染ですよね ウイルス感染も甘く見ない、えー、そしてどうやって命を守るのかっていったことを災害に対しても感染からも、えー、しっかりと正しく学んでどの方法がいいのか、えー、意外と世の中には間違っったた情報てて結構たくさん流れていますですから必ず正しい方法っていったものを、えー、しっかりと学んでいただきたい。そして 地域で、えー、例えば皆さんのご近所に自分だけでは避難ができない方とかもし感染すると重症化につながりやすい高齢の方とかそういった方がきっと大勢いらっしゃるかと思います。ですのでそういったことを考えたならば地域全体で命をどう守り合うのかっていったことをしっかりと考えて。 命を守り合う、つながりっていったものを、しっかりと考えていっていただきたい。えー、災害っていったものは、普段備えたことしか一切できません。災害が起きてから、何とかなるっていう話は決してありません。ですから、備えたことの半分ぐらいができればいい方なんです。ですので、それぞれのご家庭で、まずは、そして地域で、しっかりと。 命をを守りり合うつながいいいっっったたものを、えー、作っていっていただきたい、えー、決して、えー「もういいわ」とか「大丈夫だろう」とかそういったような思いではなくって「一人でも大切だから」という思いで命を守り合うつながりっていったものをしっかり作っていっていただきたいとお願いをして私の話はこれで閉じさせていただきます。どううもありがとうございました